日本時間の今日午前3時6分頃ですけれども、海外で大きな地震がありました。震源の位置をご覧ください。地震がありましたのは南太平洋フィジーの南方ですね。こちらでマグニチュード 7.0 の地震がありました。またこちら数字は気象庁のデータですけれども、 USGS アメリカの地質調査所はマグニチュード 7.2 としております。震源の深さが大変深い地震でしたので、この地震による津波の心配はありません。このフィジーのあたりですけれども、こちらは東側の太平洋プレート、西側のオーストラリアプレートの境界に位置をしておりまして、大変地震活動が活発なエリアとなります。少し南のケルマディック諸島ですとか、少し近いところですね、トンガのあたりなど、マグニチュード7クラスから8前後の大きな地震が起きるエリアです。今回の地震については、震源大変深かったので、津波の心配はありませんけれども、浅い場所で大きな地震が起きた場合は日本へも津波が来るような、そういったエリアにもなりますので、この辺りの地震についても注目すべきエリアかというふうに見られます。最新の地震情報やトピックスについてはお天気アプリウェザーニュースでもご覧いただけます。